実際に歴史を支えてきたのは名もなき民衆だということで、そこに焦点を当てながら歴史を描いていくというように今歴史学者になっているわけですけど、この後者版従者版の歴史学者は相変わらず、天皇や支配者中心に描いています。でその上で日本の歴史がいかに素晴らしいかということだけをですね、一面的に強調する、例えば一向者の教科書は今年は、前回2011年の時には江戸時代に焦点を当てたそうですけど、今回は縄文時代に焦点があるというふうに言っていまして、縄文文化というのが他の四大文明により優れた 文明なんだということをですね、かなり一面的に強調しています。世界ではそういう主張は認められないと思うんですけど、そういうことをやっています。でその上で、とりわけ、近現代についてはですね、日清日露戦争、そして、日中戦争、アジア太平洋戦争、それらを全て、正しい戦争だったというふうに肯定、美化する内容になっていることは、もうこれまでと変わりがありません。この1970年に安倍首相がどういう談話を出すのかということが、日本政府の歴史認識を示すものとして、大変注目されています。今年のこの教科書検定における特に歴史教科書の検定というのは同様の意味を持っていたと私は思います。つまり、この自由者、立法者の教科書が検定で合格したということは、この過去の戦争を美化する、歴史観というものを日本政府が、許容したということを、国際社会にも示したということがあるかと思います。で、今後はこの教科書が子どもたちの手に渡らないようにということで、運動をしていくわけですが、と同時にこの教科書採択の運動は、日本政府は過去の戦争を美化するようなことを、許容する市民意識を残念ながら持っているけれども、少なくとも日本の市民社会はそれに反対なんだということを示す運動でもあると思っています。で、じゃあどのようにしてその、この自由者、移行者の教科書をの採択を阻止していくかということで、もちろん、それぞれの地域で、活動があるわけですが、私たちとしてはそれに加えてですね、この教育委員会の教科書採択にあたって国連教育指針の適用を求める要望書というのを同時に手渡していきたいというふうに思っております。じゃあこの国連教育指針とは何かということで、今用意している要望書には3つの項目を、入れています。で1つは、2010年国連子どもの権利委員会の日本に対する政府報告書審査最終所見というものです。でこれは、アジア太平洋地域における歴史的事実について、バランスの取れた見方が教科書には反映されなくてはならないというものです。で2つ目が、今野井さんから話があったその国際的な問題との関係で、私のでちょっと補足したいと思うんですけど、今回ですね、自由者の教科書はこれまで、この三十数年間、四十年間で中学の教室で初めてなんですけど、中学の南京虐殺事件が、全部の中学校の歴史教科書に初めて全部に載ったのは1984年です。戦後すぐの頃の教科書には載ってたんですが、1955年に教科書が変更しているという攻撃を当時の民主党、特に中曽根康弘さんが中心になって行って、検定制度が改悪をされて、検定が検閲的なものになり、そして、南京事件をはじめ日本の戦争の事実は教科書からどんどん消えていきました。でそれが家長教室裁判の杉本判決というのは1970年にありまして、全面勝訴、家永さんが全面勝訴して教科書検定が違憲違法だという判決が出たわけですが、それをテコにしてといいますか、力にして、日本の教科書の戦争記述が改善が始まるわけです。